さあ、オリックスですけども、今回の内容はですね、一軍の入れ替え候補ということで、まあ3月の31日、まあ先週の金曜日ですね、まあ2023年のシーズン開幕したということですけども、まあ、下の方ですね、前島軍2軍の方では、やっぱ3連覇にこう必要だなと思う選手もですね、まあちょくちょくといるということで、3月の28日から30日の阪神との参戦、そして31日からですね、4月の2日のソフトバンクとの参戦、ここの6つの試合を見てですね、ちょっと目に留まった選手を触れながらですね、この選手ちょっと一軍に持ってきたら面白いんじゃないかっていう選手がいたので、まあ、最後の方にですね、そういった選手もご紹介して、火曜日からのですね、まあ、ソフトバンクの試合、本拠地開幕戦ですけども、そこに向けて、まあ、この選手入れ替えたら面白くないですかっていう話をね、今日はしていこうかなというふうに思いますので、まあ、今日ですね、まあ、西武との試合が行われたということで、まあ、今日の内容も踏まえて、課題はここなんじゃないか、まあ、いろいろ思うことがあると思うので、ぜひですね、皆さんも一緒に、まあ、こう考えてもらえたらなというふうに思います。で、そんな中でですね、まず、投手からご紹介できればなというふうに思うんですけども、まずね、村西投手ですね。二軍ではすごく良くてですね、失点こそしてるんですけど、もう完全に中川隼人投手みたいな感じで、もうアンダーストローになってるんですね。で、粘られてもしっかりと抑えてますし、なんだったら1、2球でポンと抑える瞬間とかもあってですね、まあ、当初は前島ローテで様子見っていうような形でしたけども、まあ、先発陣が、まあ、離脱してしまったりとか、谷間とか、そういった形でもなんか一軍で、ね、見たらこう面白いんじゃないかなっていうふうに思ったので、なんか村西投手は非常に、いいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、二人目がですね、黒木投手ということで、この間ですね、登板してまして、5回53球無四球ということで、ちょっとね、コスパが良すぎるというか、球数が毎回少ないんですよね。毎回1回10球ちょっとで降板するので、本拠地開幕カードでおそらく一軍に上がってくるんじゃないかなとは思うんですけど、現状今6番手っていうような立ち位置なんですかね。わからないですけど、非常にこう調整がいいので、黒木投手のこの実戦っていうのも、まあ、楽しみだなというような流れでございます。そして3人目がですね、曽谷投手ということで、この間ですね、4回投げて、フォアボール1、三振3つ、球数が60ってことでしたけども、まあ、今一軍っていうような形でもなく、オリックスの先発陣、まあ、非常にこう順調というか、離脱もいないですし、不調の選手もいないので、今年はじっくり1年間、育成でもいいのかなと、そっちの方がなんか来年、吉野がいなくなった時に化けるっていうような、感じでね、期待もできるので、なんか無理くり一軍には持ってくる必要もないのかなとは、はい、思いました。そして4人目がですね、コットンということで、まあ、残念ながらですね、開幕1軍にならずということで勝ちパにも入れなかったわけですけど、まあ、近藤投手とか阿部投手とかですね、もしかしたらこう調子が悪い、まあ、ワゲスパックとかもそうですけども、まあ、彼ら次第ではこう1軍に、上がる可能性もあるのかなということで、なんか逆に言うと去年、活躍した、選手らがこう不調であったりとか離脱であったりとかそういうことがない限りは、コットンが上がることはないのかなとは思いました。そして5人目がですね、山本由伸投手ということで、まあ、シュンペーターがね投げ抹消されましたけども、そこの間に入ってくるんじゃないかっていう予想もありますけどもね、この間2軍で投げてまして、7回74球無失点ということで、もうやることあるわけないですよね。もう2軍からして意味わからんというか、まあ、せっかく貴重な機会ということで、若手たちはねちょっと絶対打ったんでみたいな感じになってるかもしれないですけど、まあ本来2軍にいるような選手ではないランキング1位だと思うので、まあ次のね、シュンペーターの空いたところにね、吉野が入ってくるというような感じなのかなと思います。そして6人目が宮城投手ということで、これね、さっき吉野のところはね、シュンペーターが空いたところに行っていましたけど、宮城投手はどこに入るんですかね。サチアが投げ抹消で宮城投手が入るっていう可能性もありますけど、まあ、この間ね、4回でちょっと降板してるので、まあそういうことを考えると宮城投手がバシッとこうハマる可能性すらもあるので、ちょっとサチアと、入れ替える可能性もあるのかなと思いましたけど、この間ね、6回、89球、フォアボール1つ無失点ということで、もう十分でしょうね、1回挟めば。なので、まあ、WBC 級とかいろいろありましたけども、順調そのものなのかなと思いました。そして7人目がニックスということで、まあ、投球内容見たんですけど、まあ、ただのエースですね。これは正直6番手、まあ、黒木投手と同列ぐらいになるのかなとは思ってたんですけど、他の球団だったら本当エース格ですね。で、それで言うと山岡も宮城も田島も、まあ、吉野はもちろんですけど、黒木以外全部エース格になってしまうということな。これね、今シーズン活躍次第ではメジャー復帰もあるんじゃないかっていうぐらいね、まあ2軍ですけどね、投球術、見せてくれてるので、ちょっとねフィールディングが課題っていうことで、なんか場合によってはこうバント作戦とかやられたらたまらんなとかもちょっと見てて思ったんですけど、なんかその辺考えてもね、なんかニックスは非常にこう楽しみなので、6番手谷間とかで、上がってきてくれたら非常にこう楽しいなというような感じでございます。はい、で一方でオリックス野手ですね、野手はどんな選手が、まあ、こう良さげなのかっていうことで言うと、まず T 岡田さんということで、まあ、阪神との、ね、2軍戦で、ケラーであったりとか、そしてガンケルからですね、まあ、こうヒット長打を打ってるっていう
ということで、まあ1軍クラスの選手なんでね、復帰打席でいきなりヒット打ったりとか、まあ、開幕ね2軍でしたけども、なんかそんなに時間かからず合流はしてきそうだなということで、あのホークスとの3連戦次第ですけど、その次のカードとかからなんか T さんが合流しててもおかしくないなというふうに思いましたね。はい。そして2人目が内藤選手ということで、この間ね2安打2打点、2打席連続タイムリーということで、これガンケルからホームラン打ってるんですよね。それで変化球を泳いでホームラン打って、で前島のもう看板選手になっちゃってるわけですね。もうでサード実質2番手というか、宗選手がなんかあったらもう内藤選手呼ばれるんやろなっていうぐらいのものを見せてくれてるので、マジで前島のホームランを何本打つかわからないですけど、まあ2桁はちょっといきそう。そんな選手ね、ちょっと僕が応援しだしてからいないんで、ね、すごい楽しみな、はい、選手でございます。そして3人目、杉澤選手ということで、阪神との、試合でですね、1安打3打点という、まあ、成績を残してですね、ケイラから2点タイムリー打って犠牲フライ残してということで、まあ、デッドボールでね途中交代とかありましたけど、次の試合でねスタメンで出たりっていうことがあるので、割とこう続ければすぐに1軍でもなんか上がるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。非常にいいっていうのと、外野の層がねちょっとオリックスあんまりこう寂しい感じになっちゃってるので、なんか場合によってはあるのかなと思いました。そして4人目がセデーニョということで、あの西勇輝投手がですね、ツーベース打ちまして、ガンケルからは内野安打ということで、まあ、そろそろねあのいいんですよ、人も長打もいいんですけど、ちょっとホームランみたいです、そのセデーニョ、まあ売りはホームランだと思うんで、まあ、その辺考えてもねヒットも長打もまあいいですけども、まあみたいのがホームランですよねということなので、ここはちょっと期待をしたいなと思いました。そして5人目がですね、太田亮選手ということで、ケラーとそして西勇輝投手から2本ヒット打ってるんですね。で、西純也投手からは2ベース。で、ガンケルからはヒット2本ということで、すごく調子がいいんですよ。で、まさかの開幕2軍ということで、まあ、ベンチでも1軍に置くのかなとは思ってたんですけど、まあ、あんまりそういうこともなくいうことだったので、まあ、個人的には非常に期待をしております。まあ、何したら逆に上がんねんっていう風な感じで思ってるので、まあ、2軍でやることがないので、まあ、この辺はね、ちょっと楽しみな部分ではありますね。そして6人目がですね、紅林選手ということで、まあ、太田投手とそしてガンケルからですね打ちまして、これね難しいのが、この打った大竹投手ですか、これが阪神の選手ですけどね、1軍レベルなのかどうかっていうこと、まあ、現役ドラフトでソフトバンクから、阪神に移った選手なんですけど、どうなんですかね。で、まあ、当初はね、太田選手同様やることないのかなと思ってたんですけど、ただやっぱり継続して打ててないっていうのと、打率2割切ってるんですよ、現状。なので、ちょっとまだ下でやることがあるのかなと。まあ、野口選手がちょっと上でね、今苦戦してるということで、偉いもんで、やっぱこう、オープン戦の成績って本当に当てにならないから。ということで、まあ、ブレイクする人はね、そのまま行くパターンがありますけど、まあ、大体はそのオープン戦と実戦の成績がこう伴ってないというか、なんかそういう感じになるんだなというふうに思ったので、まあ、もちろん期待はしてるんですけどね、まだまだ3戦しか始まってないですけど、北選手もちょっと苦戦をしているということを考えるとですね、まあ、紅林選手も下でねあんまり打ってないので、上でいきなりっていうわけではないと思うんですけどね、この辺はどうなんでしょうか。去年だったらもう4割とか超えてたんで、まあ、すごく良かったんですけど、ちょっとねショートのどうしましょうかっていうような感じになってますよね。そして7人目が源健大選手ということで、オープン戦この間見たんですけど、3-0だったんですね。確か阪神戦だったと思うんですけど、基本やっぱこう詰まってるというか、ちょっと厳しいですよね。で、未だにやっぱヒットが出てないと思うんですよ。まあ途中出場とかがちょっと増えてきてしまってるんで、ちょっとね、プロスペクトの中では源選手が、まあ一番こう心配というか、大丈夫かなっていうような感じにはなってますけど、まあやることやってるというか、一つ一つ階段を登ってるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。そして、8人目が池田龍馬選手ということで、まあ、森木投手からね阪神のタイムリー打ってということで、まあ、今年はもうじっくり今井島にいてほしいというか、来年満を持してね北選手みたいな感じで、オープン戦から、頭角を現したらブレイクを期待したいなっていうような感じだと思うので、ちょっと池田選手に関してもですね、今年今井島でじっくり今見ていきたいなというふうに思います。そして、最後9人目がですね、頓宮選手ということで、ケラーとそしてガンケルからそれぞれ1本ずつヒット打ってるということで、開幕ね僕1軍だと思ってたんですよ。スタメンも予想してましたけど、まあ、急がず、昇格ということだったと思うんですけど、ちょっとねシュインデルがまだいないというか、2軍でね練習には合流したっていうのは、知ってるんですけど、やっぱどうしてもこう火力不足というか、その辺考えてもファーストの層とかも考えてもですね、ちょっと頓宮選手は上に上がってきてほしいなというふうに思ったので、まあ、この辺が、ざっくりですねこの6戦ソフトバンクと阪神との、ファームの試合で、まあ、目に留まった選手でございました。なので以上ですね、まあ、野手が9名そして投手が7名ご紹介したわけですけども、この中から昇格候補個人的に入れ替えてもいいんじゃないかっていう選手はご覧の5名でございます。はい、まず太田亮選手です。
ですね、やることがないということで、ちょっと上で苦戦をしている野口選手と変えてもいいのかなと思いました。そして、頓宮選手、まあ、火力が必要だということで、俊平太がね、今一軍の方ではね、結構ロング要員という形で東投手と漆原投手が2人いるので、その辺考えてもちょっと漆原投手と変えてもいいのかなと思いました。そして、杉澤選手ですね。まあ、2軍では1割切ってるんですけど、ここ最近調子がいいので、まあ、北選手と変えるのもあり。もしくは、杉澤選手じゃなくて T さんと変えるのもありかなと。これどっちか迷ったので、T さんの方は矢印は書いていないです。そして、山足選手ですね。この辺に関しては、4月の4日ですか、ソフトバンクとの試合。個人的にはですね、ショートのスタメン、山足選手なんじゃないかなとちょっと思ったりしてるんですよ。なので、まあ、ユーティリティということもあってですね、義母選手とこう入れ替えるっていうやり方もいいんじゃないかなというふうに思ったので、まあ、ご覧の5名ご紹介させていただきました。ということで、今回の動画ではですね、4月の4日から始まりますけども、京セラ本拠地開幕戦ということで、ソフトバンクとの参戦に向けてですね、入れ替えてもいいんじゃないかと思う選手、合計5名ご紹介させていただきました。皆さんが挙げてほしいなと思う選手はいましたでしょうか？あるいは、下ろしてほしくないという選手、他にこの選手を下ろしたらいいじゃないか。まあ、いろいろあると思うので、ぜひね、コメント欄の方に残してもらえたらなというふうに思います。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回の動画でもオリックスについて語っていこうかなというふうに思っておりますので、チャンネル登録、そしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。